第1回江戸川バトルロイヤル決勝戦。16人から始まったこのバトル、8人になり、4人になり、そして決勝まで生き残ったのがカオリッキーと一般参加の石井さん。賞金50万円を手にするのはどちらなのか。決勝戦第1ステージの開始です。さあ、ボートレース江戸川もね、今9レースがレース中ではありますけれども、ついに賞金50万円をかけた決勝3ラウンドが開幕しようとしております。寂しくなったね、カオリッキー。誰もいないんです。すごい寂しいです。心細いね。え、石井さんなんかずっと一人でしたもんね。そうですね、ちょっと、はい、大いにレース中は声出していただいて結構なんですけれども、いくら持ってるっていう、その相手に情報をね、その辺までは出さないように気をつけながら戦っていただきたいなと思います、はい、石井さんの買い目の決め手ってどこなんでしたっけ。基本的に今回はモーターと、はい、統治成績やっぱ見てますね、うん、今日一日ここまでは難しい感じですか。やっぱだいぶ難しいですね。こうやっぱ江戸川は本当に何が起こるかわからないですから。そうね。それでは決勝ラウンド1レース目予想開始です。いよいよ50万円をかけた最終バトルのスタート。さあ、内さん、ついに決勝ですけども、はいはいはい、決勝のメンバーお二人見てどうですか。正直一般の方はほら、まあ、分かんないじゃないですか、普段。でも普段を知ってる演者サイドグループとしてカオリッキーが残るのはちょっとまあ意外っちゃ意外でしたかね、うん、どういう展開を予想されますか。いや、俺3回戦の後半、はいはい、石井さんのあの買い方、まあ、全部の買い目を見てるわけじゃないけど、相当やっぱなんかこうボートレースに精通されてる感じはするので、石井さんが取るんじゃねえかなっていう感じはしますね。プレッシャー度で言ったら石井さんの方が重いと思うのよ。ああ、なるほど。多分こんな企画初めて当然だろうし、さらに50万かかるっていうのもおそらく経験ないでしょう。そうなってくると、その変なプレッシャーが予想に影響を及ぼすとは僕は思うんですよね。例えばここから始まる1レース目カオリッキーが取る、石井さん外れるっていう展開になって、カオリッキーの声を聞いた時に焦り出す展開になったら、もうそのままカオリッキーの逃げ切りだと思うんですよ。だからもし俺が決勝に残ってたら、どんなに外れてたもん、よしよしって言うと思うんだけど、果たしてそんな頭働くかなっていうのはちょっとありますよね。ブラフの、ブラフの喜びね。あとそれやって撮った時の動画のコメント欄怖くて見れないかなっていうのも考えると本当難しいですけど、2人とも坊主で最後の最後ね、2連服でかすらせてスーパー銭湯の方が優勝とかなるとちょっと寂しいんで、お互いいい試合を見せてくれればそれでいいかなと思っております。普段ボートレースの配信には慣れているカオリッキーも、この日は勝手が違うようで、一人にカメラが2台もついてる急にプレッシャーがすごい。あんなにガヤやってただけなのに、本人が一番ここまで残ってると思ってなかったんですよ。予想も7レースまでしかしてないんですよ。でもここまで来たらやっぱ勝ちたいんで、なんとしても。そんなカオリッキーの買い目がこちら。いや大丈夫、はい、これでだいぶメリハリつけてます、金額に。正直3の3着はいらないかな、伸び弱いって書いてあるしって思ったんですけど、スタート早いし、まあ、そこで回収率つけるっていう部分ではとりあえず1枚でも持っておくことに意味があるのかなと思って、これにします。対する石井さんの買い目がこちら。
カオリッキーと似たような予想だが、石井さんの方が若干投資額は抑えめ。さあどちらが主導権を握るのでしょうか。まもなくレースの発走です。さあいよいよ決勝戦ファーストラウンドとなっております。はい、なんと私2332253532353号まで解明を考えてたんですが、悩みに悩んでる間に締め切られてまた儲けてしまいました。あれだいぶ儲けてますね今日。ただ今言ったところはそこそこついてる、特にニアタマ以外だとついてるんで、決まられるときついんですけどね。まあお二人がどこをどう買ってるかはね、はい、ちょっとここはもう秘密にしておいていただきたいんですが、まあただレース中ねよしよしとか言っていただいて結構ですし、いろいろ作戦もなるほど考えていただいて、ずっと喜んでるかもしれないですね。ずっと黙ってるのもありちゃありかも分かりませんし駆け引きですね異常に喜ぶのもありかも分かりませんし、なるほど、その辺ももう駆け引きですからね。確かに、いや難しいな。ちょっとポーカー的な要素もなんかこう含まれてる気はしますけどね。僕はなんか胃が痛くなってきましたね。胃が痛くなってきました、はいはい、やめますか。やめないです。やめないです2分1まで来ました。今はいって言ったらもう石井さん決定みたいな。いやもうそうしてほしいごめんなさい、最後までやります。まあでもね本当に正真正銘の一等賞になってね、気持ちよく持って帰っていただきたいんでね。そうですね、そうですね、本当ぜひ頑張っていただきたいなと思いますけれども。それでは決勝戦第一ステージのスタートです。第10レース予選特賞です。新2が遅れてる。うえ1番2番3番4番2が遅れた。マジか。スタートしていきました。これは松本がスリット立ち遅れ大本命だろ。だってはほぼ横一線です。あらら大きく振り込んだ3号艇石岡です。大丈夫か。先頭スキル1号艇トリーズカ、2番手はアウトコース5号艇渡辺。いや振り込んで落水だったかな。なお3号艇石岡翔太落水のため失格となっています。スターター前提正常でした。2番空トップで1号艇鳥塚が旋回、2番手5号艇渡辺、3番手4号艇小馬5名が理解しています。上位体系1番もうこれは着は変わることはないですから。レースは2周目です。4番手2号艇ちょっとでもね、最高峰6号艇オツと続いています。大丈夫かな。1号艇レスキューがあります。確定慎重に派手に振り込んだ感じでしたけども、先頭は1号艇鳥塚高弘、2番手、いやここに来て、まあ、江戸川だとねそんなにまあ、珍しくはないというか水面が難しいところだと結構落水転覆あったりするんですけれども、今日何もなくねここまで来てたんでちょっと忘れかけてましたけれども、はあ、これは当然まあねお互いちょっと声を出せる状況ではないですけれども、1レース目1号用の 37.1 倍でもう決着するというふうになるでしょうね。おそらくね大丈夫ですかね。ちょっと心配したね石岡選手。最終コーナートップで1号艇鳥塚が旋回、2番手5号艇渡辺、3番手4号艇小馬、まもなくゴールです、先頭1番鳥塚五輪、5番渡辺五輪、4番小馬五輪。決勝ラウンド1レース目はちょっと、まあ、事故の影響もあって、というところでしたけれども、オッズ的には154結構ついてました、ね、37.1 倍で決着となりました、状況的には全く把握できない感じで、はい、これ2ラウンド目に突入するという感じになります ね。さあここからはさらにメンバーも揃ってきますからね。もうみんなあれかな、2走目になるのかな。あ、そうですね、全員、1回走った状態での2回目ということになりますね。そして1号艇には浜崎選手、元祖だったか江戸川番長、ね、
江戸川で優勝されているということで、さあそれでは決勝戦第2ラウンドになります。予想開始です。決勝戦第1ステージは見事に2人とも的中。詳しい回収率は伏せておきますが、カオリッキーが一歩リードです。それでは決勝戦第2ステージ2人の解明を見ていきましょう。はい、これで今日の漢字はずっと的中が必要だっていう書き方をしてきて、だいぶ広くしてるんですよ。でそれで今まで結果を残せてきたんで、ここもやっぱり的中を拾いに行く、ね、3レースしかないんで、やっぱり回収率上げるためには紙でもいいからとにかく下げないってことも大事だと思うんですよ。っていうので本戦は1、2差し、2差しです。で1、2差しの5は抑えっていう感じで、松尾選手買いたかったんですけど F 未消化で2コースもちょっとスタート遅いって考えると4の出番があるかなっていうところで4、1、4、5まで抑えます。で2を入れたのはスタートさえ揃ってくれれば足は良さそうだなっていうところで、これでいきます。的中を拾いに行ったつもりです。外れたら辛いです。続いて石井さんの買い目がこちら。イニエを中心に2、3、4の頭もケアした船剣。カオリッキーがリードする展開だが、2レース目での逆転はあるのでしょうか。さあ、3ラウンド制で争われます決勝戦第2ラウンド、11レースが間もなく出走を迎えようとしております、はい。まあ、お二人のね全部の解明をちょっと聞くとまたいろいろと影響が及ぼすでしょうから、はいはい、僕だけちょっとなんか見解を述べさせてもらいますとね、はいはい、やっぱ奥平さんがちょっといいんじゃないかなとかね、はい、小川さんのスタートから展開ついて奥平さん1号とかいいなとか思いながら、北川さんが抜けたら俺6頭まであるんじゃないかなとかね勝手に思って、6、1、6号とか面白いななんてね思ったりしてるんですけれども、買われました？ちょっとだけ、ちょっとだけ、うん、せっかく今日勝ってるからさ、はい、買ってはないと思います。買ってはないです、はい、マイナス3万円だと思うんですけど、それ買ってるんですけど、あ、そうです、ね、マイナス3万円ってもうプラス益なんで、マイナス3万は勝ちです、ね、はい、プラス益なんで、はいはい、プラス6-1までいったんですか。6-1、6-5もチャラワラいったね、うん、全力どんじゃない数が出るかもしれない。まあ声は出ちゃうでしょうね、気持ちがいいからね、うん、ですよね。自信のほどはどうですか石井さん。ちょっとまあ分かんないです、微妙ですね。ちょっと小川選手がどう出るか、うんうんうん、ここが勝負どころだなとは思ってますけど。ほう、カオリキはどうでしたか。私はここはそんなにですね、スタートがばらつくんじゃないかなって思ってるんで、お、なるほど、うん、ちょっとここ軸っていう感じではいけなかったですね、うん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 、なるほどね、うんうん。それでは決勝戦第2ステージのスタートです。川の流れ下げ潮が60センチ、ホーム側は向かい風向かい潮のコンディションです。第11レース新入大平安コースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。揃いそう、スタートしていきました。ダッシュ北川さん行かないか、行くか、北川がトップスタート、あー引っかかった。逃げる1号艇浜崎、サシは2号艇沢田、続いていく3号艇松尾、バックストレッチです。先頭は1号艇浜崎が押し切る、2番艇さかなく2号艇沢田、アウトコースに3号艇松尾が並んでいます。その後ろは5番、6番、4番、センター前艇成長でした。2マークトップで1号艇浜崎が旋回、2番手ですが3号艇松尾、3号艇沢田で歩名取り返しています。2番手争いはインコース2号艇沢田、アウトコース3号艇松尾と並んでいまして、レースは2周目、3点進行方4番手が6号艇北川です。本当にやり合わんかな。1番手は抑え込んで3号艇松尾が旋回していきます。2号艇沢田のうち1号艇北川でしたが、3番手は2号艇沢田が優勢。上位体系は1番、3番、2番、5、6絡みそうな感じすごいしてたのにね。2周2マーク、トップで1号艇浜崎が旋回、2番手3号艇松尾、
3番手2号艇沢田内側から、これねもう江戸川が一番出しちゃいけない配当10倍以下だと生配信だとごめんねボーナスっていうねプレゼントが出る配当なんでこの配当だとちょっと4号艇小川外かわしていく2号艇沢田最後のバックストレッチです。体勢は変わらず1番3番2番先頭2番手なるほど番長勝つはいいとしてもまさかこれが内側決着とはという感じだな僕個人的な感想ですけどね。あれ4になった急に4になったけど先頭1番浜崎五輪3番松尾五輪4番小川五輪というわけで決勝戦第2ステージは2連単2番人気470円3連単4番人気1570円という結果でした。まあまあ結果はね、はい、2人ともおっしゃらずに来てくださって結構ですんで、はい、なかなか、今の僕の勝手な個人の感想ですけど、はい、2人ともちょっと声の出なさ加減を見てると親、はい、という感じはしますけれどもね、はい、ただ何点勝ってるのか投資家も分かんないですね、うん、そしてどれぐらい入れてるのかっていう状況によって、うん、いろいろ左右してると思いますんで、ただね今のところですよ、はい、その10レース11レース勝手な個人の感想なんで表情を一つ変えないでいただきたいんですけども、はい、2人ともどっちも当たってねえんじゃねえかなと勝手に思ったんですね、うん、なのでこれ最終レース当てた方が勝つのかしらとなるとプックが出ちゃいます？プッキー待ってくれ 1% で勝ちかよみたいな、まあ、ここまで戦ってこられた猛者の、ね、生き残りなわけですからさすがに仕留めててくれてんだろうなと信じて、最終レース臨みたいなと思います、はい、それでは泣いても笑ってもいよいよ最終決戦予想開始です。それではここで第2ステージを終えた2人の回収率を発表します。カオリッキーは第2ステージも的中させ見事回収率の上乗せに成功。同じく石井さんも連続的中しているもののこちらは両方紙で回収率を落とす結果に。さあこのままカオリッキーが逃げ切るのかはたまた石井さんが逆転するのか最終第3ステージの解明を見ていきましょう。はい、シンプルにいきます。正直3頭4頭5頭っていうところも狙いたかったんですけれども、まあ、イン逃げの流れも来てますしなんか最後の最後で当たったけど結局負けちゃった優勝できなかったっていうよりはできるだけ点数少なめにして回収率上積みする方がいいかなっていうところで、永井選手がやっぱり一番よく見えたので軸でこれ であと4号艇も気になったんで本当は1、2、3の5と1号の2、3だけにしようと思ったんですけどちょっと4号艇気になったのとまあオッズ結構ついたんでここで5000円でもう少し行きたかったんですけどどうせなら 100% 超えて終わりたいなと思ってこれでいきたいと思います。そしてご本人はカオリッキーの回収率を知りませんが逆転の一手になるかもしれない買い目がこちら。最後だから熱く張るというようなことはせず終始ぶれない石井さんの買い目、果たして優勝するのはどちらなのか。前半は大人数でわちゃわちゃと大いに盛り上がっていただきましたけれども ね、はい、本来であれば番組も大詰め、一番盛り上がっていいところですが、はい、静寂に包まれておりますこの緑山スタジオ。緑山スタジオ、サスケなら敗退者がみんなここに並んでね、カオリッキー頑張れ、ね、カオリッキー頑張れってジャンパーに手突っ込んでやってるところですけれども、はい、白状なもんです。誰一人おりません。全員帰りました。全員帰りました、はい、みんな帰っちゃったんですか。全員帰りました、ね、自分がお金もらえないってなったらじゃあお疲れ様でした、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございましたみたいなね。マリモさんと翔くん早かったですよ。もうほんとね、はい、お弁当だけ食べて美味しかったって、じゃあありがとうございました、ありがとうございました、みんな帰っていきましたね。そうですね。さあ泣いても笑ってもここが50万円の分かれ目でございます、はい、どちらの手に渡るのか、はい、
僕はもちろん買い目も知りませんし、はい、どちらが今どういう状況なのか何も知らない状況でここに立たされておりますけれどもね、はい、勝手な個人の予想ですと僕はちょっと杉山選手不安かなとここ思ったので 2-1 とか 3-1 とか 2-0-1 3-0-1 とか買いたいなとか思いながら、あの桑原先生がね5番の永井源選手を推してたんで、うん、1号もいいなっていうのを今ねちょっと思っている状況で買われてないんですか。まあなんかついてるなっていうので 2-0-1 3-0-1 と、うんうんうん、あと1号をちょろっとまあつまんだ程度で、なるほど、ここもう大勝ちです。大勝ちですか、はい、これで終わるんですね12レース、いよいよ大詰めですよ、うん、あなんか勝手に緊張してきたそれでは優勝者が決定する決勝戦第3ステージのスタートです。ホーム側は向かい風向かい潮です。第12レース江戸川選抜、進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしてきました。センター先行スタート、岡野から4号艇竹重がトップスタートを切っています。レースは1周1マークです。逃げる1号艇杉山、マクル3号艇萩原、サシは2号艇村越、2番サシ4号艇竹重でバックストレッチへと抜け出しています。先頭は2号艇村越が抜け出しました。それ2番艇竹重2本刺されましたね。1号艇杉山内側から3号艇萩原、これはどうなるんだ。スタート前提正常です。一緒にマークトップで2号艇村越が旋回して5メートル、あそこから2-1になるんだ。2番手争いは3号艇萩原のインコースから1号艇杉山が並ぶ。いやでもこれまだわかんないな、この形竹重が追走しています。西の1マークトップで2号艇村越、2番手争いは1号艇杉山が振り切っていく、佐藤に切り込んでいく3号艇萩原ですが、ここ、ね、3番テレバックストレッチです。上位体系は2番1番3番3艇進行法、4番艇4号艇竹重離されて6号艇2、3でも43番あるんだ。長いと続いています。2周2マークトップで2号艇村越が旋回、2番手1号艇杉山、ね、ちゃんとぶつけないで内側にグッとハビーも行こうとするんだね。一定審査少し低感詰めてきた4号艇竹重、レースは最終周回に入ります。3番手3号艇萩原、インコースから4号艇竹重が並んでいきまして、3周の1マーク最後のバックストレッチへと2号艇村越が抜け出しています。2番手1号艇杉山、なかなかこんなに静かにレース見ることないですね。2番手1番3番です。2人とももうどうなってんのか分かんないから声を出せないみたいな。そうなんです、1レース目がやったじゃないですか、で声出せてないから、その後なんかどういう感じで見ればいいのか分かんなくなっちゃって、すごい静寂の中で見てるんですけど、5メートル理解していまして、まもなくゴールを迎えます。先頭2番村越五輪、2-1-3で決着でございます。というわけで決勝戦第3ステージの結果は、2連単4番人気1120円、3連単15番人気4370円、カオリッキーは外し、石井さんは的中。果たして優勝するのはどちらなのか、この後発表です。結果発表、お腹から、お腹から、ごめんなさい、なんかリモート、そうですね、イヤホンだからちょっと大丈夫かな。また腰やりますよ。いや、やれって言うんだ。そうですね、全力でしたね。さあ、はい、いよいよ発表なんですけれども、はい、最後ですね、はい、実は、ものすごい接戦になっております。そうなんですね。大接戦です。あら、その結果か、はい、どちらが勝ったかもうスパッと発表しちゃいましょう、ね、はい、第1回ボートレース江戸川バトルロイヤル優勝者は、石井さんです。ありがとうございます。やった、すごい嬉しい。最終3レースの回収率は、うん、102% 対 106%。 おー、惜しい。ハイパー劇的大逆転劇でした。あ、そうなんですか。実はですね、はい、最後のレース、まあ、2-1 の体勢は頭にて固まってた感じだったんですが、はい、
3着が3か4かで競ってたじゃないですか。はいはいはい。あれ214ですと、うん、石井さんは100円しか入れてなかった。そうそうですね、はい。ところが213に変わって300円持ってたんです、はいはいはい、213の方。その差で逆りました。すごい。やったー。あれ214だったら、はい、そのまんま顔リッキーだったんですよ。でも私はもうちょっと最後当たらなかったんで。なんとトータルですね、まあ、お二人とも、決勝まで勝ち進んだので、二人とも9レース今日は参加してもらってるわけですが、はい、9レース中的中は6本、うん、おー超いい成績です。すごい。そしてトータル収支、はい、石井さんはプラス1900円に対してカオリッキープラス8080円なんですよ。だからトータル収支ではカオリッキーの方が4倍以上上回ってる。でも最後正直ちょっとこれは思いっきりドカンといかないとダメかなって思ったんですよ。でもやっぱりプラス守りたいなとか、はい、いろんな邪念が来て結局守っちゃったんですよ。だそれも良くなかったかなと思うんですけど、どっちにしろ最後大金使っても外れてたんで、うんうんうん、どっちにしろ勝てなかったと思います。まあ見応えのある戦いでございまして、なんか主催した方としても本当ホッとしておりますね、はい、よかったです、無事終わって。さあ、残念ながらねちょっと直接お渡しできなかったんですが、うん、ですね、今あの映像では目録が出ております、石井さん石井さんにはエアーで、気持ちだけ今ね賞金50万円お届けしたいと思いますので、うん、本当におめでとうございました。ありがとうございます。いやー素晴らしかったですね。どうですか、あの勝因といいますか、まあ、最後のレースどんな気持ちで。そうですね、まあカオリッキーさんが全く当たってないと信じて僕は取ってるから勝てるってずっと思ってました。なるほど。実は最終ラウンド3レースやったじゃないですか、はい、1ラウンド目2ラウンド目2人とも的中です。おーすごい。だから俺あの時点で2人とも雰囲気的に当たってないんだよねって言ったじゃん、はい、あれが外れてました。2人とも2連続的中、演じた方がいいのかなとかって思いながら、いやいやもうだからいろいろ騙されてたのは俺だけだったし、なんならあの最終収支で言えば、はい、今日あの16人いたじゃない、はい、俺が一番負けてんだよ。あれでも勝ちですよね、うん、だからまあレースを予想する目もなければ、はい、人を見る目もなかった。今日たまたまじゃないですか、うん、いやそれにしても本当にあの見応えのある展開をお二人が作ってくれたことに感謝、うん、いっぱい当たりましたね。したいなと思いますね、うん、そして石井さん本当におめでとうございました。ありがとうございます。おめでとうございます、はい、記念すべき勝者ということでね、この後あの賞金の手続きに移っていただきたいと思いますので、振り込みかな。最後はもう石井さんのガッツポーズで番組終わりたいと思います、はい、今回は石井さんの優勝ということでございました。本当におめでとうございました。おめでとうございます。さようなら。おめでとうございました。おめでとうございます。第1回ボートレース江戸川バトルロイヤルは一般参加の石井さんの優勝で幕を閉じました。今回の企画に参加してくれた皆様本当にありがとうございました。